ノーアオークウイルスとは、ウイルス性胃腸炎を引き起こすウイルスの一種である。ウイルスが発見された、米国の地名、オハイオ州、ノーオークにちなんで命名された。国際ウイルス分類委員会により、ウイルスは、科か,から、属から、種という階層で分類されており、ノーアオークウイルス種は、カリシウイルス科か,から、ノーアオーク様ウイルス属に属していた。2002年の同意委員会での承認によって、 ノーアオクサマウイルス属はノロウイルス属へと名称変更が行われ現在ではノーアオクウイルス種はカリシウイルス化からノロウイルス属に含まれる唯一の種であるノーアオクサマウイルスがノロウイルスへと解明されたためにノーアオクウイルスもノロウイルスへ解明されたものと誤解されがちである最近ではメディアや医療保険などの各機関で ノロウイルスという俗名が頻繁に使用されるようになっている。このような状況の一方で、日本をはじめ世界中において、ノロという名字が確認されることから、ノロ性の子供たちが、いじめやからかいを受ける恐れがあるとの指摘が、国際ウイルス分類委員会に寄せられていた。そこで、同委員会は、二0 1年三月以降、現在及び過去の委員や関係者との議論を重ね、 9月の札幌での国際微生物学連合2011会議において、ノロウイルス名称の提案者を含めた各国の専門家たちと深く議論を行っている。2011年9月14日には、ノロウイルスというのは俗名であって、そのようなウイルス種名は存在しない。故に正しい故障を使用すべきである。またノアーオークウイルスに起因する病気の発生に対して、 ノロウイルスという用語を使用しないよう、メディア、医療、保険の各機関、科学者団体に強く求めるという結論を公式のプレスリリースで発表している。また、同内容を同委員会公式ホームページ開放上でも発表している。ありがとうございます。